今回は旧型客車をイメージしてブドウ色2号に変更された14系客車の紹介です。左側の青い車両がオハ14、右側の茶色の車両がスハフ14です。スハフ14はもともとは JR 四国の車両で、東武鉄道でも青色で活躍していました。しかし今回旧型客車をイメージして変更されました。今後さらに2両の客車をブドウ色にする予定です。この2両の客車は北斗星色の DE10 によって南栗橋から新栃木まで競輪されてきました。到着後は南栗橋車両管区新栃木出張所に留置されています。別の角度から見ると反射板と移動禁止を示す赤い旗があるのが分かります。今後は再度ディーゼル機関車で下今市まで運ばれて、それから SL と一緒に活躍する予定です。本日の紹介はここまでです。ご視聴ありがとうございました。